タイトルの挑戦の第一コンテンダーは、金原選手だと考えてよろしいでしょうか。そうですね、そう、もう勝って、ここ勝って怪我がなくて、千尋選手と話してたのは、そういう状況になったら金原選手とタイトルマッチをやりたいと、やらせてほしいっていう、やりますっていうことを言ってたんで、そうなると、それで間違いないと思います。